おしゃれな作りになってますよね。どうしようかな。もう列車に乗れるんだったら中に乗っちゃっとくってね。いい目の手で取っといて、ちょっと軽く取ってるのも手ですけど、違うな。流通線にいるんだね。東京都厚木新宿市に行った。なるほどね。さっきは、ちょっと時間どうしよう。ああ、そっか、ここまで行って、そっか。本当に先っぽの方だよね。あの、編むのが。なるほどな。あ、これでも券売機もある。あ、西舞鶴も販売機になってんだ。へぇ。あれ。列車情報が全然出てる。パークアンドレールさん、そうなんや。で、IC だけ一応チャージするとかいいか。 IC カードをカードリーダーの上に置いてください。チャージが完了しました。で、上の階級とかになってんだ。なるほどね。15分か。まあ、待っとくはいいか。今の塩水天ぷらお風呂かしゅう。ということ。ここでやってんだね。あれか、なんかバイオエタノール燃料にしてる。ちょっとですね。まあこれ、まだ。近くの値の論文書いとったときは全然研究段階とかそんなんですか。論文ってこれでもないけどね、あれね。で、あ、成長したとかないんだからね、なるのかな。どうしよう。だって出社回数に行くほどの余裕がないかな。7回数もあとだ。中で待つか。ここで聞いてそうだな。中で待ちましょう。あ、そうか。
置いてありますよね。で今解説検察してもらってる間に列車がスーッて行ったんで、えやらかしたかと思ったけど違いますね。今入ってきた列車が一旦留置線入って別の列車がこっちの運用に入るんですね。あれですもんね、あの観光列車になってましたもんね。なるほどな、あここにあったんですね。なるほどな、あね、なるほど、確かにこの設備だとここで売店も OK な、うん、舞鶴でかい駅やし OK やんのかなと思ったらそういうような感じなんでしょうね。なるほどな、舞鶴駅はもう完全に一面一線で反対側の JR とは完全に分かれてるんですね。なるほどな、あそこで乗り換えとかもできる感じになってるのか。朝一でなければ大丈夫なんですね。まあ、あんな朝から来るすき物はうちぐらいでしょうからね。今走ってきてるのはあれか、 JR か、東舞鶴の方行こうかな。ああ、そうね、JR の線ですね。京都丹波鉄道西前鶴駅をご利用いただきましてありがとうございます。まもなく8時42分発、普通列車豊岡行きが参ります。丹波には宮津、玉野橋立、豊岡方面にお越しのお客様は京都丹波鉄道に生まれお越しください。なお本日青松車両が金銭のため一旦車両に変更して運行しております。ということらしいですね。で、ちょっとこっちから舞鶴が来て、舞鶴が来たと思ったら向こうから東舞鶴行きの普通列車が入ってきて、舞鶴舞鶴は京都行きやね。で、こっちはこっちで、普通列車で。で、普段は、観光列車で入ってくるんですけど、今日は、運用の都合で、普通列車で入ってきてますよっていうところみたいですね。なるほど、出てないね、大丈夫。おお。とりあえずそのまま豊岡駅、あもう豊岡の行きやすい方向になってますね。ご案内します。なるほどね。折り返しないです。そうや。あれ東舞鶴から福知山駅ってなったけど、あれもあれでスイッチバックするのか、運用的に。それはそれで面白い。